こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日はですね、晴れた、秋晴れの土曜日ということで、ちょっと出かけていたりなんだりしていたんですけれども、ちょうど帰ってきてですね、コメントが来てるよということで見てみたら、長いコメントをいただきましてありがとうございます。で、抜粋、本当に一部だけ抜粋、本当に長いコメントいただいて、ありがたい限りなんですけれども、抜粋して、抜いてきたのがこちらの文章です。で、推薦で提供を抑えて真剣に受験勉強をして、マーチだけ受けたら全落ちしちゃって、今年不本意入学をした帝京の大学生さん、1年生なんでしょうね、という方です。で、定期テストの回答では、阻却自由を自由と書くですとか、回答に振り仮名を振るですとか、ひらがなですら怪しいですとか、回答用紙の問題番号に丸をつける、これは何を意味しているのかちょっとわからなかったんですけれども、英語の授業ではCANが分かってない学生がいましたよなんていうところで、この方は、帝京大学はちょっと、学力レベル的に物足りないというか、ひどすぎるというご意見だったので受け直すということを考えていて、闇浪人という選択を、取ったようです。で、こういうことですね。なんで起こるのかなって私なりの意見なんですけれども、ひとえにこれだと思います。大人が無責任だからこういう大学へ進学する子供ができちゃうんじゃないのかなと思っています。で、悪意に満ちた目線でまとめるとこういうことが言えるよねということで、悪意以外の部分もあるでしょうけれども、悪意の目線だけ、持ってきてですね、各立場を見るとこんなことが言えるんじゃないのというところをまとめてみました。ですので、これが全てということではないですけれども、それぞれの立場で、悪意とまでは言わないまでも、悪意的に見るとこういうこと言えるよねということです。まず1点目、高校ですけれども、本人さんが、要は生徒さんですね、が進学希望だし、親も進学させたいと言ってるし、経済的にも問題ないし、じゃあ合格できるところは丸々大ですよ、はい、進路指導一丁上がりという形で片付けてる部分っていうのは少なからずあるんじゃないのかな。で、高校の先生忙しいとは思うんですけれども、できることなら、もう少しですね、生徒さんの性格ですとか長所短所等々を見極めてあげて、で、その子にとって大学進学が本当にいいのかどうなのかというのは見極めていただければなというところはあるんですけれども、でも高校の先生の立場に立つと、本人が進学希望で親も進学させたいということで、三者面談等々で言われてしまうと、いやー、お宅のお子さんは学力的に厳しいから大学は行かないで別の道を探した方がいいんじゃないですかというのはなかなか言いづらい辛いよね。それは、善意の目で見るとそうなんでしょうけれども、悪意の目で見るとこれで進路指導一丁上がりって楽な商売してませんかという、気持ちにも、なってしまう部分があります。で、同じようなところ、悪意の目線で塾や予備校を見てみると、大学はどこでも行っておいた方がいいよ、ダメな大学なんてないよ、進学した大学で何を得るか何を学ぶかは君次第だからね、頑張ってねなんていう話になるかと思うんですけれども、だってダメな大学があるって言ったら、お客さん減っちゃうじゃんっていうのはあると思います。どこの大学でも、大学だったら大丈夫だからぜひ頑張ってねというところでお話しした方がご商売にはなるよねというところはあるかと思います。あくまでも悪意の目線で私は語っています。で、例えば YouTube の例でひろゆき氏なんかが言っていますけれども、こんな話ありますよね、大学は行っておいた方がいいよ、将来ビザを取るときにね、高卒だと労働者のビザになっちゃうよ、要はなかなかビザが取りづらかったりですとか、そういったことになるから、大学行けるんだったら高卒よりは 大卒の方がいいよなんていう話、私ちらっと聞いたんですけれども、よくよく考えてみると、将来海外移住するかどうかわからない、その将来のために学費500万円と4年間という青春の時代の4年間という貴重な時間を使うっていうことに使ってしまう、ということにはあまり触れないで、行けるんだったら行っておいたらなんていう、無責任な大人の意見ということになりやしませんかねということも言えると思います。
で、今回私が一番取り上げたかったのはこちらですね。お父さんお母さん、もしかしたら無責任な、悪意の目線で見た場合ですよ、無責任なお父さんお母さんになってないですかというところはぜひ気をつけていただければいいと思います。よくわからないけどという前置きが必ずつくんですけれども、大学に行っておいた方がいいんでしょう、友達もみんな行くって言うし、うちの子だけ行かないっていうのはかわいそうだし、どうせ行くならブランドで選んで、どうせ行くなら偏差値で、1でも2でも高いところに行って、っていう形で大学を選んでやしませんかねというところ、あるいは大学進学を決めていやしませんかねというところは、ぜひ気をつけていただきたいな、あまりにも無責任が過ぎませんかというところです。で、大人のすべきことって何って考えたときに、お子さんの性格、特徴、長所、短所等々を見極めて、将来像を一緒に考えてあげて、で、その将来像に適した教育、経験等々を与えてあげて、で、成人したら社会に送り出す。これが親のすべきことだと私は考えているんですけれども、これがですね、要はこの将来に適した教育、経験のところに手段として、この大学どうですか、こちらの大学に行ったらどうですかという形で大学進学を進めて、でどうせ行くんだったら、その将来像に適したこっちの大学の方がいいんじゃないのという形で、手段の大学という位置づけで、大学進学、大学受験を迎えていただければいいんですけれども、なかなかこれが口で言うのはたやすくて、なかなかできないことで、どうしてもこちらよくわからないけど行っておいた方がいいんでしょう、友達みんな行くって言うし、どうせ行くんだったらブランドで選んだ方がいいんでしょうということになると、この無責任な大人になってやしませんかということになってくるんだと思います。で、近年増えているように感じてるんですけれども、よく友達親子なんていう言葉を聞いて私は愕然としたんですけれども、親子関係が友達っぽい形で、友達親子みたいな形の話をよく聞くんですけれども、これはあまりにも危険じゃないのかなと考えていて、だって友達同士だとすると、友達の将来に責任を持ってくれる友達、まあ、A 子ちゃんと B 子ちゃんが友達だとしたら、B 子ちゃんの将来に責任を負ってくれる A 子ちゃんなんていうのはありえないわけですよね。ですので、それを親子関係に持ち込むっていうのは、親が子供の将来に責任を負わない、そういう親子関係を目指して子育てをしているように私には見受けられるので、親は子供の将来に、まあ、ある程度ですけれども、完全にとは言いませんけれども、まあ、少なくとも18、20歳になるぐらいまでにはしっかり責任を持って将来像を見極めていただいて、でその子に合った、将来像、こんな将来を、過ごしてほしいなというところまでは、責任を持っていただいて、でそれに適した、教育経験って何なのというところから、大学進学を選ぶのか、それとも高卒で、何か手に職をつけるような道を選ばせるのか、いろいろな道があると思いますけれども、じゃあその道を選んだ時に、それに適した、まあ、大学はどこなのか、それがもしかしたら専門学校なのか、就職先なのかというのを、まあ、親ができることは、全部に責任を持つことはできないですけれども、ある程度の責任を持って、お子様と一緒に考えていっていただいて、で、その中で大学進学ということであれば、責任を持ってこの大学に進学したらきっと君の人生に、有意義な、4年間が過ごせると思いますよということで、学費を払い通わせていただけたらな、もしそういう形で、一緒に考えてくれる大人がいたら、このメッセージをくれた方、大学に入ってからですね、こんなことで、悩まずに、無駄な1年を使って、闇浪人という道を選ばずに、済んだんじゃないのかななんていうことを考えたりしています。まあ、今日はちょっと、取り留めのない話というか、あまりにも悪意に満ちた目線で、物事を見てきましたけれども、まあ、こんな形での見方もあるんだなということで、一つの参考意見にしていただけたらなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。